先生は不労所得についてお話しされてますが、はいはいはい、確かに考えると、うん、私これまで抵抗があって、はい、頑張んない人は、うん、なんかダメなんじゃんと思ってたけど、だからね、そのセミナーでも話しましたけど、働かざる者食うべからずとか、やっぱりそういう、こう信念というか観念というか概念というか、やっぱりそれがこうまことしやかにこう浸透していた歴史っていうのがあるわけですよね。でお金ってただのエネルギーなので、そのただのエネルギー、このエネルギーを使うことというのは、実はそこに努力とか一生懸命さって実はいらないんですよ。エネルギーは意図に従って流れるって僕はお話ししてると思います。エネルギーというのは意図に従って流れていくんですね。例えばあるエネルギーをこっちに流したいというふうに意図したら、こっちにエネルギーが流れてくれるということです。それぐらい簡単なことなんですよね。なのでその簡単さっていうものを受け入れた時に、どうしてお金のことだけ一生懸命やらないとダメなの？だからそれがあれ、それおかしいわねって、ちょっとこれは飛びすぎた話に聞こえるかもしれないけど、すごい究極言うとそういうことなんだよっていう話なんですね。だからお金を簡単に受け取ったっていいんだし、お金をたくさん簡単に得てもいいんだし、働かなくてもお金が入ってきたって別にいいんですよと。つまりね、僕たちはそのあらゆる可能性にオープンになるというのが、言い方を変えると目を覚ましていくっていうことでもあるんですね。眠りというのはものすごくミクロの顕微鏡的なものの見方なので、これしか見えない、それしか見えない、あれしか見えないっていう、すごくこう狭い限定されたものの見方や捉え方や考え方に陥ってしまいます。だけど目を覚ましていくというのは、このミクロの視点からマクロの視点へとシフトしていくということなので、あ、じゃあ一生懸命働くのも、だからこれ否定じゃないんだよ、一生懸命働いてお金を得るのもいいけど、別に簡単にお金を得てもいいんだっていうところに立つということなんですね。はい、本当にそう思いました、うんうん、これまで、うん、不労所得じゃなくて苦労所得をしてたわと、うん、なるほど。そしてね、もう一つここで話しているベーシックになる部分というのは、要するに時代の流れってやつなんですね。時代の流れは誰も逆らうことができませんって話をしたことがあると思います。そして今までの僕たちの古い地球、新しい地球と表現したときに、古い地球での歴史の中では、そういった今までの、頑張らなければ、幸せは手に入らないよ、一生懸命働かないと豊かにはなれないよっていうのは普通だったんですね。ある種こうみんなのこう集合意識の中に刻み込まれた信念や観念や概念そのものだったんですね。でもこれから新しい地球という、この大変容の時代の中に、そこに向かうね、大変容の時代の中で、今まではだから頑張ること、一生懸命やること、または複雑さと言ってもいいです、これが真実だったものが、今度は簡単さやシンプルさやスムーズにやる、ね、スムーズさっていうのかな、これが今度は新しい時代の真実になり変わっていこうとしているので、そうすると今までやっていたこの難しいやり方、複雑なやり方というのをやり続けていくと、結果が小さくなってしまうところなんです。新しい時代の流れにも僕たちは乗っていこうとしているからです。時代の流れに乗るっていう言い方があるでしょ。で、時代の流れ先端に乗っていくと、すごく発展拡大していくみたいなことって聞くじゃないですか。それと全く同じことなんですね。だから今度僕たちは簡単さやシンプルさやスムーズさを選んでいくっていう時代フェーズに入ったので、じゃあその時代の流れに乗っかっちゃえっていう話なんですよね。はい、はい、うん、皆さんの時代の流れにはね、乗っかっていきましょう。そうです。だからこれはね、はい、誰も本当に逆らうことができないんですね。そう、はい、まあ、逆らう必要もないんですけど、だからそのやり方を、はい、今までのやり方ももちろんいいんだけど、それだともっと苦しくなっちゃうよ。人によってはもっとこう閉塞感、行き詰まってしまう、うん、行き詰まりの感覚に、うん、囚われてしまうことになっちゃうよっていうことなので、じゃあもしそれも私はいいんですっていうんだったら、もちろん OK です。だけどそうじゃない、いや、もうなんかそういうやり方飽きちゃった、それは簡単にできるんだったら、それは私だってそうしたい、俺だってそうしたいっていうんだったら、そっちにいかに切り替えていくかっていうことを学ぶこと、そしてそれを実践していくことっていうのは、あなたのそのニーズに応えることになると思うんですね。はい、はい、ありがとうございます、うん。